2019年10月1日に産声を上げたコンポーザーの綾瀬とボーカルのいくらによる小説を音楽にするユニット YOASOBI。 環境も生活も何もかもが一変したこの5年は異変とも言うべき事態で、同時に紛れもなく現実で、それに向き合うことに悩みや苦しみもあったという綾瀬。音楽活動をする中で突如生まれた存在が、日に日に元の自分を侵食していくような感覚もあったといういくら。2人のミュージシャンが YOASOBI という現象を乗りこなし、ここ新たなスタートと銘打つ晴れ舞台 YOASOBI 5th アニバーサリードームライブ2024超現実が2024年10月26日大阪京セラドームで幕を開けた。涼しい秋風も吹き抜けるドーム周辺では、グッズ販売以外にもコラボ飲食ブースや撮影スポットなど様々な催しが用意され、ホクホクに温まったファンが会場に入りきった18時過ぎ、過去のライブなども散りばめられたオープニング映像から、不穏な SE に重なる超現実の世界へようこそというアナウンスとともに、 LED の裂け目から巨大なモンスターの爪と目が覗き、1曲目のセブンティーンに突入。度肝を抜く演出と YOASOBI 曲の中でも極めてアグレッシブなナンバーに、会場は圧倒されながらも一気に超現実の世界に引きずり込まれる。続く祝福から綾瀬といくらのシルエットが突如変形していくような描写を経て、怪物へ至る所から上がる火柱に照らされ、ようやく巨大なステージの全貌が見えてきた。 LED には時折躍動する YOASOBI の2人やバンドメンバーが映し出されながら、カットインするようにうごめく異形のモンスターが国内初披露の新曲「アンデッド」にもフィットし、観客の心拍数を上昇させる。 MC を挟んでハルジオンからは一転してソリッドなパートへ。ミスター、もう少しだけでは、いくらの背後に抜けるアーバンな背景と相まって、YOASOBI の楽曲が日常のいろいろなシーンに寄り添ってくれている事実を改めて実感する。セットと背景が海辺に転換し、ノスタルジックな風景の中届けた海のマニマニと満天の星空に響いた優しい彗星は、すべての楽曲に原作小説を持ち、その異なる世界線を自在に行き来してきたユニットらしいシーンだ。綾瀬が実前の家の 2DK の DK 部分に住まわせてもらっていた時の配置を再現したというセンターステージ。ここで初期4曲「夜にかける」からこの時披露した「多分まで」を制作したと懐かしむ綾瀬。これまでの童貞を大切に、周囲への感謝も忘れず一歩ずつ前に進む2人の実直さがにじむ、主人公の成長を祝し幸せを願うバラード「はるか」を歌ういくらの表情もひときわ温かい。そんな原点ともいえる場所からリリース前の新曲「New Me」を披露。 CM で流れている一部を除き、誰もが初めて耳にするのに自然と体が揺れるノリとメロディ、この場が新たなスタート地点でもあることを印象付けながら、 YOASOBI の最大の武器であるポップネスが遺憾なく発揮された一幕だった。ライブにおける YOASOBI を5年間支えてきたバンドメンバー、この部門ドクター山本光、 B みそはぎ桜、 K アスホー、 G というバンドメンバーのソロ回しを経て、ここまでも客席を彩っていた制御型 LED ライト、フリーフロー R フリフラを使ったクイズコーナーで一盛り上がり、音楽へのストイックな姿勢はもちろんだが、1年間ラジオの生放送を担当するなど、こうしたバラエティ的なことまでやってのける懐の深さが、老若男女問わず愛される魅力の一つであることは間違いない。
後半戦開幕という綾瀬の掛け声とともに、いくらがエレガントなベールをまとって登場。勇者で一気に空気を引き締めると、あの夢をなぞって冒頭のアカペラには観客から大歓声が上がる。タオル回しで一つになる三原色は夜遊びライブの風物詩だ。夜に勝てるが、突然多くの人に聞いてもらえたことで一挙に変わった生活や、コロナという社会の変化に対する恐怖を乗り越え、支えてくれる人と一緒に新たな世界に飛び込むことが今は怖くなくなったと感慨深そうに語った綾瀬の MC のから、5周年記念の10月1日にリリースされたモノトーンを披露。周囲との関係性、距離感に対する葛藤を等身大の言葉で紡ぐ歌詞が、夜遊び音とも言えるサウンドにのって強い説得力を放つ。ついで、目まぐるしく変わる日々の中、常に取捨選択を迫られながらも、どうしても捨てられなかった、磨き続けてきたものがまさに今日のステージであるという、いくらの MC から届けられたアンコールも叙情的に響く。そんな二人からバトンを受け取り、約3万5000人が心音を響かせたハートビートを経て、いよいよクライマックスへ。音楽を通して出会えたあなたとより近い距離で、という言葉と共に感謝を届けたラブレター。気球に乗った二人とカートに乗ったバンドメンバーがステージの枠を飛び出したアドベンチャーで、祝祭感があふれる。キッズダンサーを呼び込み、ツバメ、アイドルという方向性は真逆ながら、全年齢対象でスケールの大きな楽曲が改めて会場を一つにした後の群青。2番からはいくらが会場を練り歩きながら歌を届ける。初の単独ドーム公演、すなわち過去最多の人数が夜遊びだけを見に来たというこの場所ならではの大合唱を作り出し、本編は幕を下ろした。2日間の大阪公演の後、11月9日、10日には東京ドーム公演を開催。12月から2025年2月には日本人アーティスト最大級となるアジアアリーナツアーを控え、6月にはスペイン最大級のフェス、プリマベーラサウンドバルセロナへの出演も発表されたばかり。5周年を経て新たなスタートを切った夜遊びが、マナザス世界は彼らの音楽とライブをもって体感するのが一番であると改めて感じさせられた夜だった。オトバイ加藤俊平夜遊びフィフスアニバーサリードームライブ2024超現実、10月26日土曜日、京セラドーム大阪会場、15時30分、開演18、10月27日日曜日、京セラドーム大阪会場、14時30分、開演17、11月9日土曜日、東京ドーム会場、15時30分、開演18、11月10日日曜日、東京ドーム会場、14時30分、開演17時、モノトーン2024年10月1日火曜日、配信リリース配信 https://orcd.co/モノトーン。